さんおはようございますすーンンボイキで新型コロナウイルス5類移行になってから、実は体調不良が相次いで起きましたね。芸能界、プロ野球でも、はい。鈴木京香さん、高橋和美さん、馬娘の声優の二方と、ジャニーズから ABCD の塚田とか、北斗さん、松村北斗さん、あの、ストーンズ。あとはまあ、他にも色々いますけどもね、はい。プロ野球界でも、トネと、あとは、今宮ら、 体調不良中村悠平、ヤクルトのキャッチャーで日本代表の中村悠平さんも体調不良者が相次いで起きるとは全く思いませんでしたまさか新型コロナウイルスななのでははいいかと思います、はい、新型コロナウイルス5類以降になってから、芸能界やアスリートでも体調不良が相次いで起きていますね。ちなみに川崎優衣さんも体調不良はあったみたいですけども、今治ってますね。はい というわけで以上でございます。バイバーイ。